この手で守ってみせる。父上と雪村がここまで追い込んだ。逃がすわけにはいかない。家康様、こちらへ。ウェブン、ここは通さ。十分時間を稼いでくれよ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。これで少しは楽になるか。次に橋を渡り対岸へ引かねば。よし、読み通りだ。工作、跳ね橋を上げよう。さすがは真田、抜かりない。北にも橋がござる。殿、急ぎ渡られませ。自然に工作に気づかないで。稲の未熟です。急いで橋を下ろしましょう。準備をお願いします。敵将、討ち取ったり。これで少しは楽になる。真田の跡取り消えたのだ。私が倒れたところだ。真田には雪村がいる。倒されるつもりもないがな。見事。考え平八、この場にとどまり敵を仕留める。殿は先を急がれよ。忠勝、頼んだぞ。とて万全の状態ではない。だが、ただ勝つであれば好にはさせん。これで少しは楽になる。敵将、討ち取ったり。飛んだ足止めを食った。直ちに進軍する。半蔵が退けられたか。急がねばなるまい。精進が足りないばかりに家康様を苦境に。これ以上はやらせん。さても家康殿の配下は終始です。され、私も譲るわけにはいかない。開門、好にはさせん。撃ち取ったり。真田の戦ぶり、実に見事。家康様のため最善を尽くして真田を除く。烈火のごとき忠誠心、まことに感じる。故にこそここで倒しておかねば。またしても不覚を。このままでは終われない。
開門。今だ。かかれ。手まで伏せておったとは。これでは進めぬ。良い兵の動かし方をする。だがそれもここまで。鉄砲隊構え撃て。隙にはさせん。さらに鉄砲隊まで。くっ、もはや馬は使えない。ここに帰る。ヒナがお守りします。ヒナのためにも死ぬわけにはいかん。もう守るか。真田の包囲も脱するはず。備えは終わりではない。覚悟していただけない。わあ、本当に来た。さすがは信行様だな。なんと周到な。正幸の息子はできすぎよ。だが、わしとて倒れるわけにはゆかぬ。覚悟を決められた。いや、あの方は断じて落ち死になどなさるまい。足一人ではなかなか荷が重い感じさね。逃がしてはならぬ。落ち着く。この知力、弾力、我が元に追ってくれれば。見事なもののふよ。ここは譲らずばなるまい。ここは俺にお任せを。一刻も早くお引きください。ナオマサ、助かった。任せたぞ。サナダの名、怪我さずに済んでよかった。サナダの名、怪我さずに済んでよかった。あなたも超えてみせます。強い。これが真田の力。でもどうかご無事で。真田の名、怪我さずに済んでよかった。隙にはさせん。敵将討ち取ったり。相手ではなかったか。今こそ見せん。サラダこそ天下無双のもののふなり。サラダの名、怪我さずに済んでよかった。二度までも家康様に何の面目あって。あれほどの武将が、あそこまで命を懸ける。徳川家康とは、そこまでの勝機なのか。これで少しは楽になる。
だけになる。これで少しは楽になる。サナダのな、怪我さずに済んでよかった。これほどとはな。サナダを守るため、見印頂戴する。ただお家大事としか考えられぬか。何故天下のことを思わぬ。それほどの力量を持ちながら、あまりに惜しいぞ、真田信幸。何真田を、家族を守ることの他に何が。合わせてもらった。二度と敵にはしたくないものよ。逃がしちゃいましたね。よろしいんですか、信幸様。十分に叩いた。問題はあるまい。徳川家康という男、今少し見極めたい。真田などに名をなさしめることになろうとは、面目次第もございません。いや、わしに油断があったのだろう。真田を甘く見た、わしの不覚よ。そのような、今度こそなお最善を尽くし。戦はもはや続けられぬ。なんと、秀吉殿から横槍が入ったのよ。今秀吉殿と事を構えるのは得策ではないのでな。こらえてくれ、直政。無念でございます。それにしても真田やはり恐るべし。正幸の希望は申すまでもないが、二人の息子もあっぱれな武者でござったな。特に兄の信幸は良い兵の動かし方をする。自由兼備といったところか。跡取りも優秀とあっては、まこと厄介な相手よ。弟雪村の槍もまた格別。戦は沙汰闇とはいえ、目を離せぬ相手。我が手の者を潜り込ませている。引き続き様子を探らせたく。